秘伝の剣を見せてみよう。では参る。
打ち込み、久方ぶりぞ。
て始めるとしますかね。できて当然だよな。参りましょう。
いたぞ、あのカッパが盗んだやつだ。
Let's go.
ずいな。おい、こいつは一杯食わされたみてえだ。出てきたぜ。確か秀千代さんか。いや、おじきが危ないって言うからさ、まあ助けに来たんだけど、あんたの方が強そうだし、あんたに任せるよ。おじきも水郷だと思わないかい？信長様のためにああまで命を懸けてね。おじきも、おじき、
秀千代が助太刀を頼む。助かったぜ。ありがとうよ。だが信長様のもとへ帰るにはまだまだ手柄が足りねのに、一緒に来てくれるのか。ありがてえ。お前がいたらあやかしだって怖かねえぜ。
よっしゃー、秀千代ありがとよ、助かったぜ。これできっと信長様も。槍を背負う、歌舞伎だけの俺はもういない。このまたさ、ひとたび決めた主がため、矢玉の嵐をもかいくぐり、敵を噛み裂く狂犬となろう。たとえこの身血を流し尽くそうと。
Thank you.
Thank you.
いらっしゃい。
またどうぞ。Thank you.